いやまゆり園において何の罪もない多くの方々が命を奪われました。決してあってはならない点であり、断じて許すことはできません。お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈りをするとともに、ご遺族にはお悔やみを申し上げたいと思います。また怪我をされた方々の一日も早いご回復をお祈りしたいと思います。この時点で被害者の皆様やそのご家族の皆様をはじめ、多くの方々が大変な不安を感じておられます。事件を徹底的に究明し、再発防止、安全確保に全力を尽くしていかなければなりません。厚生労働大臣を中心に、関係閣僚が協力して、施設の安全確保の強化、措置入院後のフォローアップなど、さまざまな観点から必要な対策を早急に検討し、できるところから速やかに実行に移していくよう指示をします。内閣一丸となって対応していきたいと思います。